御殿場線、御殿場線は、神奈川県小田原市の高津駅から、静岡県御殿場市の御殿場駅を経て、静岡県沼津市の沼津駅に至る、東海旅客鉄道、JR 東海の鉄道路線、幹線である。1889年、明治22年に、東京大阪間を結ぶ、鉄道、1909年に、東海道本線と命名の一部として開業し、 複線化も行われていたが、1934年、昭和9年12月1日の丹那トンネル開通に伴い、東海道本線は、熱海駅経由に変更され、甲津駅沼津駅間は、支線の五殿場線となった。なお、鉄道消火の歌詞は、丹那トンネル開通前に発表されたため、甲津駅沼津駅間が、現在の五殿場線経由となっている。 第二次世界大戦中の1944年、昭和19年には、不要不急線に指定されて単線化され、レールなどの資材は回収されて、他の路線の建設に転用された。しかし現在もなおトンネルや橋脚などに、伏線時代の面影が残っている。また、大幹線である、東海道本線から一ローカル線の古典場線に転じた後も、 1992年に発生した東海道線、久留美駅構内列車小事故の際などには、普通になった東海道本線のバイパスとしての役割を果たし、寝台列車が道路線経由で運行された。松田駅後点前期間においては、JR の前身である日本国有鉄道、国鉄の時代から小田急電鉄小田原線新宿駅方面からの優等列車の乗り入れが行われ、 東京都心五場地区間のアクセスルートの一つとなっている。JR 加護の1991年3月16日には特急に格上げされ、それから2012年3月16日までの間は乗り入れ区間が沼津駅まで延長されていた。JR 東海が管轄する在来線では唯一神奈川県に乗り入れている路線となっており、 同社在来線の最東端の路線である。前述の歴史的経緯から、東日本旅客鉄道、JR 東日本管理の構津駅から沼津方に向かう方が下りとなっている。2010年3月13日から、御殿売機沼津駅間に IC 乗車カードとかが導入された。一方、 下蘇川駅、足柄駅の都下導入は2019年3月2日を予定している。都下非導入の駅の内追加が導入されている。高津駅は IC 対応券売機での当線の乗車券購入には対応している。また、松田駅では小田急直通の特急、富士山を利用する旅客専用に運賃計算上の同一駅扱いである小田急新松田駅の入場、出場として、 IC 乗車カードを処理できる機器が設置されている。前線が JR 東海静岡市社の管轄である。ただし、高津駅構内は JR 東日本横浜市社の管轄で構内にある第一条内信号機が線路上の会社協会になっている。高津駅から御殿場線に乗ると東海道本線を左側に離して内陸に入り、やがて右側に 蘇我梅林を見ながら進み、梅林の最寄り駅となるしもソ駅に到着する。その後も、佐古川沿いの定地を北上し、小田急電鉄小田原線の上を通過すると、特急、富士山が運転される道線との連絡線が、右側から合流し、松田駅に至る。ここからは、佐古川との距離が近くなり、国道246号や、東名高速道路も当線と、 平行するようになり、時にはそれらと交差する。カーブと急勾配は、神奈川、静岡両県の県境を越えても続き、そのほぼ最高点が、御殿場駅となる。同駅は、沼津駅を除いて、船内最大の駅で、観光客やビジネス客などで、多くの乗降がある。ここからは、木瀬川に沿い、富士山の登録斜面を駆け下る。車窓右側、西側には、 富士山が広がり、特に御殿場駅近辺では遮るものなく、間近に迫る。この辺では、ちょうど、宝永加工が正面に見える。25%パーミルの勾配の途中に設けられている。藤岡駅と岩波駅では、東海道本線時代に使用されていたスイッチバックの跡が残されている。裾野駅の手前で、透明高速道路が右側、西側に離れると、 徐々に勾配が緩やかになり、下戸狩駅の先では、東海道新幹線が上を通る。明日香山が手前に見える頃に、沼津駅に到着する。また、前線で常に左側には、箱根山の外輪山を見ることになる。松田駅で、小田急小田原線に連絡線経由で連絡しており、この連絡線を経由して、特急、富士山号、2018年3月17日の、 ダイヤ改正で、朝霧号から、会場が、新宿駅五殿場駅間で運行されている。この連絡線は、小田急や箱根登山鉄道の新車を搬入する際にも、使われ、JR 貨物の機関車が、搬入車両を経営して、普段は、運用がない、五殿場線に乗り入れ、連絡線を介して、小田急小田原線の新松田駅まで入線する。普通列車は、 神津駅沼津駅間直通列車が、おおむね1時間に1本。その間に、御殿場駅沼津駅間の区間列車が1から2本、運行されている。神津駅三北駅、御殿場駅間の区間列車も運行されている。一部列車において、ワンマン運転が行われている。沼津側では、2009年3月14日のダイヤ改正より、東海道新幹線との乗り継ぎを考慮した。 東海道線三島駅発着列車が朝夕を中心に上下合わせて16本設定された。2015年3月14日、改正時点では、三島駅発着列車は下り12本上り7本で、このうち下りは朝に、熱海駅が設定されている。富士、静岡方面との直通列車は、下りは朝に、浜松駅上りは朝に、富士発、昼に、島田発、夜に、 静岡発として各一本ずつ運行されている。また2012年3月17日のダイヤ改正前は、神図川より JR 東日本の東海道線東京駅からの直通列車があり、三北駅や古典場駅まで運行されていた。直通列車廃止後も日光線日光駅へ向かう修学旅行列車が東京経由で三北駅まで乗り入れている。 山岳地帯を走行するため、台風や大雨などで運転を見合わせることが多い。特に、古典馬駅、松田駅間は、運転見合わせが多い。普通列車は3ドアの313系電車、静岡車両区所属が主に使われる。中には、ワンマン運転もある。また同じく3ドアの211系電車が、朝と夕方の時間に313系と、 平結運用でのみ使われる。特急、富士山は、小田急6万系電車、ムズ6両編成、北見県尺所属、1から6号車で運行される。ムズには、小田急線と東京メトロ千代田線で使用する、ミュージックホーンが搭載されてるが、JR 東海は、電子系的を認めていないため、御殿場線内では使用されない。ワイドビュー371系電車と、 小田急2万系電車、すが使われていた当初、2万型はに、編成製造をされたが、371系は1、編成のみの製造であったため、371系の、検査時は、あっさぎりに限って2万型が代走した。東京大阪間の幹線鉄道の一部として、1889年に、神津五天場沼津静岡間が開通した。1896年に、 線路名称が制定され、東海道線と、命名、1909年には、主な幹線を本線と称するようになり、東海道本線となった。この間の1891年の小山、現、駿河小山御殿場間を皮切りに、現在の御殿場線にあたる区間の複線化が進められ、1901年には、甲図沼津間の複線化が完成した。 神奈川県側の県境駅になる三北駅には機関区が置かれ、御殿場駅は富士山への登山口としてそれぞれ栄えた。また、1896年には日本陸軍初の演習が沿線にあたる富士山の登録、後の藤岡駅地下で行われ、1912年には正式に富士裾の演習場として開設されたため、ここに向けての兵員。 物資輸送にも活用された。しかし、箱根の外輪山の北側を介する箱峰湖への急勾配は輸送上の大きな障害で、その対策は半世紀近くにわたって大きな課題となっていた。当時の蒸気機関車は、非力なため、各列車には山越えのための補助機関車、補機を、下り列車は甲図駅、上り列車は沼津駅で停車して、 連結、途中御殿場駅で停車して開放した。この補助機関車には、その時代ごとに、最強力の機関車が当てられた。明治時代には、連結機の容量が不足するため、編成の途中に補助機関車を組み込む運用を行い、急行列車に連結していた食堂車は、運転上の負担になるとして、甲津駅、沼津駅で編成から切り離していたほどである。九百三十年から、 東京駅神戸駅間で運転を開始した特急、援護は、その停車時間を切り詰めるため、神津駅、沼津駅での補機連結停車はたった30秒。開放は、御殿馬駅付近を走行中に無停車でいた。なお機関車の走行開放は、円に限らず、他の特急列車、急行列車、貨物列車でも行っていた。この根本的な解決策として、 1918年から、熱海線の建設が始められ、高津から小田原、熱海へと路線を伸ばしていた。1934年、南高寺となった、丹那トンネルの完成により熱海沼津間が開通すると、東海道本線は、熱海線を編入して、高津小田原熱海沼津間の短絡、平坦ルートとなり、高津御殿場沼津間は、御殿場線となった。この時、 従来五殿場線区間にあった三島駅は、下戸狩駅と解消され、新機械図区間上に三島駅が設置された。寸ン鉄道、現在の伊豆箱根鉄道寸ン線も、国鉄との接続駅を新たな三島駅へ変更、下戸狩駅までの路線は廃止された。分離され、新たな名称を与えられることになった区間の線名は、箱根支線、箱根線、箱北線、 富士山線など様々な候補があったというが、御殿場町、後の御殿場市の西岸によって、現在の名称に決定されたと言われている。このルート変更により、沿線地域は、経済面で、大きな打撃を被った。御殿場線分離後も御殿場駅には、軍隊用ホームが設置され、多くの兵士が出生した。沿線の小学校で教師をしていた、富原薫はこの光景を見て、同様、 兵隊さんの汽車を作詞したとされている。この動揺は、戦後、汽車ポッポと歌詞が改められている。五殿馬線としての分離後もしばらく伏線運転を行っていたが、第二次世界大戦時の物資不足から、1944年に山陽本線に編入された、柳井線、岩国柳井区四浜。この区間の山陽本線は1934年から、その時まで、 現在の岩徳線ルートを採用の複線化や、横須賀線の横須賀栗浜間の建設、樽見線の橋梁へ転用するため、片方のレールや橋梁が撤去され、1943年には、不要不急路線に指定され、単線化された。現在でも各所に、旧東海道本線でもあった、複線時代の名残を留める廃線跡が散在しており、車窓から確認できる。戦後、 小田急電鉄の新松田松田間の連絡線が1 9 5五年に開業し、新宿五天馬間直通の準急が起動車で運転開始された。この直通準急には本格的なものとしては日本初の二期エンジン型起動車、配合1系が用いられた。また、この時期に新駅が多く設置され、キハ五十一系の投入に伴う普通列車の起動車化と合わせて、 地域内輸送により配慮されるようになった。1968年には全線で電化が完成し、小田急からの直通順九1968年に急行化も電車に置き換えられた。電化と同時に、東京五殿場間の急行五殿場が運転を開始し、東京や横浜との都市間輸送が行われたが、1985年に廃止され、同線内の定期輸送列車は、 小田急線直通急行、朝霧のみとなった。1987年の国鉄分割民営化では、神奈川県内に係る在来線としては唯一、JR 東海の管轄となり、JR 東日本の路線となった東海道本線の東京方面とは列車運行の分断が進められた。一方、1991年には朝霧が特急化された上、 運転区間も新宿沼津間へと延長され、東京都内や小田急線沿線から伊豆半島西部、西伊豆への観光輸送ルートとしての役割も期待されるようになった。古典売省に関しては、御殿バスその間の各駅の交換設備の新設により、普通列車の増発も行われている。1999年からはワンマン運転が開始された。 2012年3月に実施されたダイヤ改正で、朝霧の御殿場沼津間が廃止となり、準急、急行時代と同じく小田急による型乗り入れに戻った。また JR 東日本との直通運転が廃止された。2018年3月のダイヤ改正で、朝霧は富士山に解消された。括弧内は、甲津駅起点の営業記録、裾野駅、岩波駅は共に、 トヨタ自動車東日本、旧関東自動車工業やキャノンなど大企業が、裾野市北部に工場を建設したことにより、通勤客が激増、両駅とも利用者が大幅に増加した。このため、両駅の中間地点にある新両地区に市内で三番目の新駅を設置する構想が九百六十五年、昭和四十年頃から浮上し、二十億円で駅舎を建設し、 周辺地区17ヘクタールの開発を行う計画が浮上し、規制会は2005年、平成17年、新療地区の住民5000人を大幅に上回る2万1000人の署名を集めて、裾野市に提出、大橋俊二市長、当時が JR 東海に陳情し、大橋は2006年、平成18年の4期目の選挙で、新療地区の新駅設置に、 政治生命をかけて取り組むと地元住民らに表明した。JR 東海は市に対して建設に運行の支障がないこと、地域住民の乗降客が既存の駅利用者を減らすことなく2000人以上あること、駅舎建設は全額地元負担であることの3つの条件を提示し、このため市は診療地区の定住人口を増加させるため、宅地化などへの開発へ、 区画整備の検討をしている。しかし、市外科調整区域の診療地区の開発には、市外科区域への変更が必要であり、それも、市の裁量だけで変更することはできず、国や県との調節が必要なため、2015年、平成27年現在、新駅設置に向けた開発は、進んでおらず、事実上、凍結状態にある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。